い、というわけでペン入れやっていくわけなけれども、前回のやつは結構太めでペン入れしたんだけど、前回の絵と今回の絵の一番の違いって、今回の絵の方が情報量が多いんだよね。だから今回は太すぎる線をあんまり使うと、その情報量が重くなるので、ちょっと今回はね少なめでやっていこうと思います。まずこいつじゃないな、 1.2、まあ、1.2 ちょっと見つかんないので 1.0 でやっていこうと思います。 1.0 でまず目の部分、この部分はね一応棒状でやったんだけど、この部分は太くても大丈夫だから、こんな感じで次に髪の毛の部分やっていくんだけど、髪の毛の部分はちょっと軽くしたいから 0.8 にしようかな。こういうところもね結構難しいから、初心者の人とかは注意しながらやってほしいんだけど、もしこれつなげるの難しいっていう人いたらつなげなくてもいいから、できたらこういうところでも目の部分と髪の毛が被らないようにやれると最適だよね。こうやってペン入れをする。まあ最悪こういうペン入れ苦手だなっていう人は、まあ雲定規とか使っちゃっても全然いいんで。でここがちょっと悩みどころなんだよね、ここのほっぺの部分。なんで悩みどころかっていうと、ほっぺの部分を優先するのか、はたまた髪の毛のラインを優先するのか、そういうところだよね。今回はちょっとほっぺの部分優先的にしたいと思います。その方が可愛らしさが引き立つと思うので。で、こうやってね、ペン入れをちゃんとやっていく。こういうところもちゃんと。こういうところがね、こういうミスがやっぱ慣れてても起こってきちゃうんだけど、こういうの初心者だともっと起こりやすいからね。だからできないことを無理してやるとせずに、できることをね丁寧にやっていく。こうやって見てるとさ、この前回書いたこの部分アウトラインとしてこういうところが結構ペン入れしてるときに、あれこのラインいらないラインじゃんとかってなりがちになるから、本当はペン入れする前にこういう線を消しといてあげるとペン入れとかも失敗しづらくなるから、であとこの部分、で次にこの部分、
あとここもやっとこうかな。今これ何をやっとるかっていうと、線の優先順位の高いやつをなるべく太めにしておきたいんだよね。だ今は優先順位の低い線をちょっと見つけて引いてってます。この優先順位の低い弱いっていうのはじゃあどういうところかっていうと、まあ、なくて成立する線は優先順位が低いわけ。例えばこういうところね。だからこの部分っていうのは細くしたいわけ。まあこの部分は 0.3 でいこっかな。0.3。ちょっと見えんか。いいよ。だからこの部分は 0.3 でやっていく。す。やっぱね、全部を同じ太さにしちゃうとメリハリとかもなくなってきちゃうし、見せたいものがぼやけてくることがあるから、こうやってね、線は基本的に強い線弱い線がどこなのかということをちゃんと把握しながらやらないといけないんだよね。それが道具の使い分けっていうところにつながってくるんだけれども、 0.8 でね。0.3 でやってくるからね。こっちの方も 0.3 でやってやる。まあ、ざっとこんな感じかな。0.8 でこの部分だけ、ここね、この部分だけペンでする。こっちも同じで、ここはどうしようかな。まあいいか、この部分だけ、ここもこの部分だけ、よし、大体こんな感じかな。で、こっからの線は、あと全部重要な線だから、ポスカ。まあ、いつも使ってるね。0.9 から 1.3 で、あとアウトラインやってきます。ここちょっと膨らみすぎちゃったね。反省点。だそういう場合は、こっちの方もちょっと膨らませて、微調整しちゃう。で、今度はこっちのアウトライン。ラインをペン入れして、入りとか抜きとかでもやる角度によってやりやすい方向とか向きがあるから、そういうところも気にしつつできるとベストだよね。このさっきなぞったところとかも太めにしたいアウトラインの線だから、ちょっと間が空いちゃったけど、ちょっとペン入れ続きやってきます。
くってね。細かいペン入れのミスっていうのは割とごまかしでなんとかなるんで、まああんまり細かいことは気にせずにやっていきましょう。もちろん致命的なミスっていうのもあるけど、まあそういう時はライトつけ忘れ、そういう時はもう運を嘆くしかないよね。一応ペン入れやっとるときってね、カメラ見ながらと絵を見ながらで両方やるときがあるんだけれども、やっぱどうしてもカメラだとペン入れが難しくなってね、多少ずれている瞬間があるけど、そこはまあ許してください。残したラインを 0.8 がいいな。 0.8 で続きを書いていきます。ここね、でこの辺か。こうやってみると、その重要な線を引き立たせることの重要性っていうのが見てよくわかると思うよね。やっぱこのアウトラインを強めにするとチビキャラだから絵が映えてくれるというか、ただ気をつけないといけないのが、やっぱじゃあ書き込みとかによってその線の太さがおかしく見えないかとか、そういうことを気に配る必要性が出てくるよね。ここはこれで消しゴム書きしてみるか。消しゴム書きやるときとかもこうやってあんまり早くやるとインクが消えてなかったりするから、一応こうやってね軽くこすってみて汚れないかなっていうことを注意深くチェックしながら、急いでやらない限りはね基本そんな不安に思うことはないんで。やっぱこれもうちょっとスリムにした方が良かったよね、ペン入れ失敗した時に。で、こういう、
俺だと角張って見える瞬間とかあるんだけど、こういう時、こういう時に 0.3 ぐらいかな、こういう時にこういう 0.3 とかで本来だったら見えてないんだけど、このラインをこうやって薄く引いてあげることで顔のラインをこんな感じだよって意識づけるような、そういうテクニックもあるから、こうやってこれがあるだけで顔の輪郭がちゃんと分かって角張って見えてないよね。こういうのがちょっとしたワンポイントだよね。あとこういうところ線と線が重なっとるような部分を軽く塗ってあげる、こういう部分ね。で次はここ、髪の毛のラインかな。こういう髪の毛のラインをね、こうやってね、なんか影っぽく処理する方法っていうのが割とみんな使ってて、ここは眉毛やるといいかな、こういうとこね。あとここ とかでもこうやってちょっとだけ、本当はねこういう部分とかもやってあげるとまあいいんだけど、今回はこんな感じでいいかな。まあ人によってはね、例えばこうやって斜線を入れて人参を立体的に見せたりとか、あとこういう部分をもっと細かく描いて人参っぽさを出したりとか、あとここ縛られてるからここに髪の毛が寄ってるよっていうのを証明するためにこんな感じのシワをね描いてあげたりとか、そういうことをやってあげるとより絵がそれらしく見えてくるから、うん、これで完成にしたいと思います。はい、というわけで今回はここで終わらせていただきたいと思います。まだ自分の中で完全に動画を作ることが消化できていないんだけども、なんとなく、あ、こんな風にやりたいなっていうことが少しずつまとまってきているので、今後も成長を見守ってもらえるとすごくありがたいと思います。で、今回ペン入れ編まで見てもらえた人、本当にありがとうございます。この動画がためになったなと思った人や、いいなと思った人は、チャンネル登録や高評価、よろしくお願いします。またねー。